岩手ワンコ広報室。今週のテーマは心筋梗塞を予防しよう、ストップ MI キャンペーン。いってらっしゃい。胸が痛いような、胸焼けのような感じがするな。心筋梗塞の前兆じゃないのかな。おい、差し入れだ。なしです。なんとか間に合う。もし前兆だったら早く病院に行った方がいいよね。心筋梗塞は心臓の動きを支えている血管が詰まることによって血液の流れが途絶えて心臓の筋肉が腐ってしまう病気。発症すると致死率はおよそ 40% です。県内でも心筋梗塞を含む心疾患で亡くなる方が多く、県は予防に取り組んでいます。県では心筋梗塞の前兆があったとき循環器内科の受診を促す取り組みとしてストップ MI キャンペーンを推進しています。体調が悪いときには医療機関を早めに受診し病気を早期発見することが大切です。心筋梗塞の原因にはまず生活習慣病としての問題があります。高血圧症、脂質異常症、糖尿病、あと喫煙ですね。心筋梗塞の前兆がある患者さんが 50% ほどいるということが分かっています。締め付けられるような症状、歩くと胸が苦しくなって休むと良くなる、そういった症状が数分あるいは10分程度持続することがあります。心筋梗塞は前兆の段階で治療ができればほぼ回復しますが、一度なってしまうとその後に不安を残すことになります。心臓のポンプの力が弱くなった状態があるので将来的には心不全と呼ばれることにつながってきます。ですから心筋梗塞にならないようにするということがとても大事ということになります。心筋梗塞の前兆かなと思ったらすぐに循環器内科で受診しましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。